河北とは中国北部地域の故障である。河北平原とは多分に重なるが必ずしも完全に一致しない。地域としてはおおよそガイ北のことを指すことが多いようである。その逆でガイ南をカナ南と総称する。場合によってはさらに細かく分け外外外一帯を下中とし、郊外北を河北、長江以南をカナ南とする場合も存在する。なお、 現在の中国の行政区分にはこれらの故称はないが、歴史物語などで多く使用されているため、今でも言葉が残っている。かつて、第二次世界大戦頃まで、日本国内では、同地域を北西、北、シナなどの名称で呼んでいた。下北地域は意外北、特に郊外北においては、古くから移民族の領地と境界を接しているため、万里の頂上に代表される、 対移民族用の防衛線が多くある。しかし、河北の北にいる移民族は主に遊牧騎馬民族であり、彼らは乗馬にたけた騎兵として、戦術、戦闘能力ともに優れていたため、この河北は移民族がたびたび侵入、国家を作ることがあった。河北において最大面積を持つ内モンゴル自治区も歴史上多数の対立があって、現在に至る。 平原地帯では古くからわや麦が栽培され、日本でも有名な水餃子やマントウなどの中華料理を生み出した。八大料理のうちでは三島料理系統に属すものが伝統的に食べられている。太平天国の乱で、河北の政府軍が河南に進んだ時、麦しか食べられぬ政府軍兵士が長江流域の国葬地帯で使い物にならなくなったというエピソードがある。 現代の河北では農業技術の発達によって米の流食が普通に行われ、河北でも米食の比重が高くなりつつある。言語の上では河北では基本的に緩和方言が用いられている。ありがとうございます。